どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、超難問マイクロソフトの入社試験を解いてみようっていうところで送っていきたいと思います。どんなですね難問が待っているんでしょうか。まあ一説によるとですね、 99% の人が解けなかったそうです。はい、早速行ってみましょう。こちらです。はい、マイクロソフトの過去の入社試験ですね。こんな問題です。どちらもちょうど1時間で燃え尽きる導火線が2本あります。この導火線はムラのある材質でできているために、燃え方に早い部分と遅い部分があり、一定の割合で燃え進みません。この2本の導火線と1個のライターだけを使って正確に45分を測るにはどうすればよいでしょうか、っていうところの問題ですね。はい、これ結構難しいですね。この導火線、ムラがあって、燃え方に早い部分と遅い部分も出てきてしまうと。はい、どうやって対処していくんでしょうか。はい、シンキングタイムです。はい、ではですね、答えを言ってみたいと思います。はい、答えこちらですね。ドン。はい、答え、1本目の両端に火をつけ、同時に2本目の片方に火をつける。1本目が燃え尽きた段階30分で、2本目のさらに片方に火をつけ、その2本目が燃え尽きた時点が45分というところですね。これ分かりやすく説明すると、まず一番最初に1本目、上のところの両端に火をつけてあげますと。で、これ両端に火をつけるので、燃えるムラがあってもなくてもですね、30分ですよね。真ん中にちょうどどっちか偏ったとしても、30分で燃え尽きるわけですよね。はい。なので、1本目両方に火をつけると30分が測れますと。で、1本目両方に火をつけた段階で、2本目のところにも火をつけておきますと。はい。で、これがですね、ちょうど1本目の30分が燃え尽きた時に、2本目もですね、多分真ん中あたり4割とか6割、ムラがあるので4割とか6割ぐらいのところにいるわけじゃないですか。で、30分、残り30分っていうのは2本目も変わらないわけですよね。はい。なので30分が経過した段階で、2本目の今度のまた右側の片面に火をつけてあげると、残り30分がまた2分割されるので、15分で燃え尽きるっていうところの計算になります。はい、なので、30分が終わった後に2本目のもう片方にも火をつけてあげると、30分プラス15分っていうところで、これ正確に45分が測れるっていうところですね。はい、結構ですね、頭を使うような問題でしたね。これもう解けたらですね、マイクロソフト入れるのかもしれません。はい、ということで今日はですね、マイクロソフトの入社試験を解いてみようっていうところで送っていきました。よろしければチャンネル登録をしていってください。今日もありがとうございました。